おそろが嬉しい平野仕様が着用したキャップバカ売れの理由広報はすごい数の受注です。ナンバーアイとして頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。10月15日、元キングプリンスへの岸優太28とジングージユー25と共に新グループナンバーアイナンバーアイの結成を発表した平野市要26。 自身のインスタグラムでも決意を新たにした。広報担当も反響の大きさに驚き、音楽的にはよりディープな方向へと突き進みそうですね。3人の中でも平野さんの影響は大きいでしょうから。と推測するのは音楽イベント関係者。本格派のヒッツホップパフォーマンスを期待していているという。ヒッツホップマックのアックの69が自身のインスタグラムで、 名古屋出身である後輩平野さんとジングルジさん、ダンサーの林ンさんと一緒の写真を更新していましたが、イベントには平野さんの方から行きたいという話があったそうです。音楽イベント関係者、いかどう。 9月23日に開催されたザ・ホープという日本最大級のヒッツホープイベントで共通の知人であるダンサーのリー・ハタを介し、平野たちが楽屋裏に来ていたことを報告した投稿だった。イベントはかなり盛り上がっていたようだが、SNS では VIP 席に平野市用がいたという目撃情報も、 会場にはかなり人がいましたし来たると聞いて騒ぎにならないかと心配しました。章。平野さんはよっぽどヒックホップカルチャーが好きなんでしょうね。ただ、ダンスの実力は業界からも一目置かれています。今度は出演者としてというのもありなんじゃないでしょうか。章。 一方で、平野は、そのイベントが開催された当日、インスタグラムでリーハタトップの2ショットを、ビビン、というコメントを添えて投稿している。画像はイベントの時のものではないが、着ていた服はキスへの T シャツに後トスキャップと、ストリートで人気のブランドの服を着用。ファッションからも、ヒックホップ好きなのが伺える。 基礎を国内外問わず多くの音楽アーティストや著名人たちが着用しています。ナイキとコラボしたスニーカーは即完売で今でもプレミア価格。20年に期間点が渋谷にオープンし、日本でも広く認知されてきています。ストリート雑誌スタイリスト。 この投稿の際に平野が着ていたキスへの T シャツは今は亡き伝説のヒップアーティスト2パックが出演したヒッツホップ映画ジュースがモチーフ。ちなみに今この T シャツは販売されていない。インスタグラムで平野さんはハイブランドの服や高級時計をよく着用されていて一般的には高価でなかなか買えないものが多いですよね。 騎兵ネックレスは昔から多くのヒッツホップアーティストもしていましたが、今は金の値上がりで現物資産としても人気。なかなか手が出る価格ではないかもしれません。ストリート雑誌スタイリスト、イカ道。平夜着用のアイテムをお揃いでほしいというファンは多く、着ているものはすぐに特定される。20万円超えのルイ・ヴィトン商品が売り切れたという話もあるが、 さすがに買えないと嘆くファンもいる。そんな中、注目されているのがアトモスピンクのキャップ。アトモスピンクヒケイクルリーハタヒケイクルージュエラのコラボキャップです。インスタグラムで投稿した翌日、手に入れようとファンがアトモスへの店舗にも駆けつけていたようですが、実はこのキャップは去年のモデルで、同じデザインのものは販売されていないんです。 ところが、10日から22日の間、ウェブ限定で受注販売されることになって、キャップの発売開始である10日は申し込みが殺到。SNS では、似合うかどうかは置いといて、とりあえず紫陽君とのおそろが嬉しい、といった声が溢れており、平夜効果であることは間違いない。ちなみに、公式サイトによると、このキャップは、7370円。 今注文して来年の年明けに届くようだ。受注販売なので売り切れということはなく期間中に申し込めば手に入る。反響のほどアトムズピンクの広報担当に聞いてみると、平野さんがインスタグラムで投稿されて以来キャップを再販してほしいという声がものすごくてそれを受けて再販することに。 ルーエラーをダンサーで被っている人が多いのですが、リーハタさんはダンサーからの指示が非常に高く、去年もすぐに完売しました。数は言えませんが、今回はリンハタさんのファンに加えて、平野さんの効果で、かなりすごい数の受注です。キャップはバカ売れのようだ。実はこのキャップは平野だけでなく、神宮寺、騎士も以前被っているところを目撃されている。 シングループナンバー I によるリーハ出し込みの本格ダンスが早く見たい。